らっしゃいませ。こんばんちゃむ、お久しぶりです。みなさん、カモン。カモン、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 こんばんは。こんばんは。お久しぶりです、みなさん。やっほー。愛知からこんばんは。愛知、愛知、愛知愛知やっほー、こんばんは、こんばんは、やっほー、イエーイ。お久しぶりになりました。お待たせいたしました。こんばんは。あ、通知来た。あ、通知来た。こんばんは。さ、さ、さ、お久しぶりです。こんばんは。お久しぶりになっちゃってごめんなさい、皆さん。今週もう一回できたらいいなと思っておりますが、前髪が変やな。やっほー。こんばんは。ちょうど今仕事終わったでござる。お疲れ様です。皆さんお仕事お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんわんこ、こんばんわん。お疲れ様です。さてさて、こんちくわ。こんばんちゃむ、かわいいちゃむ、ありがとうございます。徳屋に行こうと思ったけど配信あるからやめた。いや、行ってください、行ってください。髪切るの大事。私も今度髪切って、髪の色もちょっと今だいぶ明るくなってきちゃったのでちょっと暗くしていきます。こんばん、こんちゃむ、やっほー、へいへい。プールは楽しかった？はるちゃんとプール行ったのね。そうなんですよ、はるちゃんとこの前プールに滑り込みで行ってきました。8月30日、めちゃくちゃギリギリですね。プールシーズン多分9月の9日ぐらいまでやってるんですけど、めっちゃ楽しかったです。ひたすら流れて、こうやって2人で1個の受け入れに入って、くひたすら流れて、ずっと喋りながら流れて、で今度波のプール、波の出るプール行って、ちょっとわーって涙ー、こうやって本当にそんな緩い感じで楽しんでました。あと長いポテト2人で半分こして、すごい楽しかったです。ひたすら流されてた、はい。ひたすら流されてました。水着姿眩しすぎでした。本当ですか、ありがとうございます。ナイトプールじゃなくて昼間に行くのが理想。普通にお昼に行きました。やっぱ写真撮りたいから、やっぱなんだかんだ、やっぱ明るいと自然光がある方が写真は綺麗に撮れますから。あまり泳がなかった、泳いでないですね。もうひたすら浮世に帰って、流れるプールは流される派、逆らう派。流される派ですね。逆らってはいけませんね。全然焼けてない。本当ですか。結構ね、背中めっちゃ焼きます。なんか一回流されてポテト食べて、で今度なんか一旦休憩しようで、なんていうの、プールサイドっていうんですか、みんなが休憩するようなところ、普通に日が出てるとこで、それであの日に背を向けてこうやって体育座りして喋ってたから、背中がむっちゃ焼きました。そう、ハートの焼き方ね、はるちゃんが持ってきてくれて
ハートの浮き輪で流されました、一緒に。れいちゃむこんばんは。今日涼しいね。ねえ、涼しいですね今日ね。雨も降ったり止んだり、降ったり止んだり、大変だし、雷も鳴ったりね。プール見た、プール見ました。そう、なんか本当はなんか何する予定だ、特になんかいついつ遊ぼうぐらい、ご飯食べに行くみたいな。で本当はかき氷食べに行く予定だった日があったんですけど、もう混みすぎて混みすぎて、これは外で待てないっていうので一回諦めたことがあって、で かき氷のリベンジをするか、プールどうするってなって、その日はプールに行ってきました。そう、だから急遽決まったから、急遽水着買って、そうで、もう急遽だったから多分もうお店に見に行けなくて、もうネットで見て、はるちゃんに写真スクショ送って、これかこれどっちがいいと思うって、はるはこっちの方が似合いそうと思う、じゃあこっちにするね、もう即決で決めました。チャムに聞きたいことがあったけど忘れた。何、何でしょう。変な二重は治ったの、治ったんだ、治ったのかなこれ、多分治った、なんか違和感なくなったから多分治りました。かき氷リベンジがプールに、そうプール行くってなりました。でも最初なんか着替えとか大変かなと思ってたんですけど、やっぱ意外と行くと、あ、またもう一回行きたいと思う。1年に3回ぐらい行けるかも、その一夏に3回ぐらい行けそうな感じ。来年も行こうね、他のプールとかも回ってみようねって言って、いう話をしました。そう、楽しかったな。皆さんプールとか行ったりしましたか、海とか。海とかプールは行くまでがだる。そう、なんかね、車だったらいいんですけどね。だから地元に帰った時にその家族で海とかプールだったら、まあ、ママとパパが運転してくれるし、行きと帰りも車乗ってるだけだしみたいな。で実家帰ってきてお風呂入って寝てとか楽じゃないですか。やっぱなんだかんだ車大事だなって思いました。プールはさまらん、大磯に、大磯にライブ目的、大磯、彼女とプールに、え、彼女とプールなのに使える仕上げてくれれば行ったふりできる。確かに運転してるパパ大変、確かにパパとママは大変ですね。入ってはないけど江ノ島行ったけど、海の家で、家、海の上の実家で、何解散、なんで白浜からちょい目先の目目置き川、目違う、ん、火か、ちょっと目が見えない、火置き川、なんだろう、免許取って兄弟連れてプール行くとかしてみたいね。車も混んで大変だよ、神奈川の方行くと大変だ。確かに今年では大人もがなかったから海に行って、あー確かに大人もあると海行けますもんね。確かに、うちら、うちらへんは海と言ったら新潟だよ。まあ新潟の海も入れますからね。去年は新潟海行ったけど今年は行けないですね。海ね、引き川、あ、引き川って聞いたことある、和歌山なんだ。なんで今日そんな、え、なんかわかんないけどちょっと目悪くなっちゃったかなちょっと離れてると見えない。いい、海の家の底が抜けて、え、海の家の底が抜けて人が何人も落ちて、そこに火のついたバーベキューコンロも落下する事故が、めっちゃ危ないじゃないですか。それ大丈夫だったんですか。何、そんなことあったの。
海の家の底が抜けたの。大丈夫？夜更かしスマホしてると視力よ。そうなんですよね、それ分かってるんですけどしちゃうんですよね。目めっちゃ良かったんだけどな、徐々に落ちてきて、まあ、生活に支障はないからコンタクトとかも何もしてないですけど、気をつけないとね。今日はドラえもん誕生日おめでとう、ドラえもん。ん？突然の9月3日。9月3日なんだ。視力って一日のうちで変化するから疲れ目ではなのかな。うん、こうやってあのアイマスクみたいな、ホットマスク、ホットアイマスクみたいなしたらある程度落ち着きますか。どうだ。自分はギリギリ無事だったけど全然無事じゃない人何人かいた。結構やな、結構大変な感じだったんですね。それはそれは大変だ、危ない、気をつけないと。目薬とかそれめったにしないですね。めっちゃ目かゆいみたいな、なんかハウスダストなのかな、ハウスダスト、なんかちょっとホコリっぽい、まあみんなそうかな、ホコリっぽいとこ行くと目かゆくなるじゃないですか。そういう時に目薬はしますけど。ドラえもん、ちびまる子、しんちゃんならどれが好き？全部好きやもん。そんな、そこにサザエさんは入ってないんだ。家、海の家って結構作りがチャチいから、でもそこが抜けるのはすごい事故だ。まあ木っていうかね、なんかもうすのこみたいなもんですもんね。すのこを敷いたみたいな。水着まぶしかった、ありがとうございます、ありがとうございます。9月だけど来週土曜にバーベキューと花火とキャンプファイヤーが待ってる。いいな、バーベキューしたい、バーベキューしたい。次回のイベント決めてるですか？私はイベント今んとこしてないからね。海の家行ったの？今年行ってないですよ。私は今年は海に一度も行っておりません。一度も行っておりません。夏らしいことはこの前のプールぐらいです。花見も見てないし、うん。ニジマスも掴む予定。ニジマス？捕まえに行くんですか？お魚食べたくなってきた。ニジマスね。釣りとか懐かしいね。小学校の頃やったな、佐渡まで行って、なんか小学校の三名のイベントでバーベキュー花火、そして十数熱望のキャンプファイア。あ、そうなんだ。これ見てる人の結構多くがキャンプファイア。なるほどね、なるほどね。バーベキューいいですね、いいな、楽しんできてください。夏らしいことってそうめん食べてるぐらいしかしてない。海の家で食べるパサパサの焼きそば、なぜか美味しく感じるし、なんでですかね。なんかまあお祭りとかの屋台もそうですけど、なんか決して、をなんかもうスーパーでポッと買ってきたような、でそうそうシャシャッと混ぜたよね、適当にボンって作った、なんかその焼きそばとかペッて焼いたお肉とかが、なんでは美味しく感じるんですかね。夏らしいことはティフに行ったくらい。わあ、ティフね、いいですね。バーベキュー時代はお盆に親戚で集まってやったけど、いいな、バーベキューしたいな。そういえば今年、間違えた、今夜の夕飯はトマト。バレました。最近食べてなかったんですけど、トマト、今日はトマト、ちょっと前に買ったトマトが多分まだ大丈夫だからカプレーゼにして食べます。たまたま配信するとき、いつもトマト、たまたまですよ、毎日トマト食べてるわけじゃないですからね。一度に大量作るとうまくなる。何がだろう、焼きそば？
アンテナカプレーゼなんでですかね、食べたくない、多分チーズが好きだからかな、チーズが食べたくて多分カプレーゼにするのかな。トマトが主食、トマト熟成中、そしてまたカプレーゼ、なんでですかね、めっちゃ多分チーズが好きなんだと思う、チーズを求めてる。トマト色の服着てる、本当だ、フルーツトマトの色してる。ちょっとね、川には行った、台湾の十分瀑布という滝、へえ、台湾か。トマトはあなたの好きな食べ物、 Yes I do Yes。 そうだね、 Do you like って普通聞くもね、 Yes I do で合ってるね。トマト好きだけど、なんかたまたまトマトが一番なんか、なんですかね、だって野菜だったらキュウリがめちゃくちゃ大好き。昔おばあちゃんのお姉ちゃん家みたいなとこにしょっちゅう行ってたんですよ、おばあちゃん家行くたんびに。でなんか私がキュウリ確かに好きなんですけど、好きだからって言ってめっちゃ行くたんびにキュウリ食べさせられてました。丸ごとこうやってかじったりとか、あとは普通になんかキュウリの何埋めつけて食べるとか、なんかめちゃくちゃキュウリ食べさせられてた。トマトはどうしてあんなにパスタに合うのか、なんでですかね、それは私には分からない英語で喋ろうとしたけどユースしか出てこなかった。トメイトって発音する、トメイト、 I like tomato みたいな。キュウリ食べ過ぎた反動で今食べないやつ、キュウリは英語でキューカンバー、合ってるでしょ、合ってるでしょ。食べ過ぎて今食べない、あ、そんなことないですよ、食べるときは食べる、なんかもうた買ってきてお味噌つけて食べたりとかします。トマトもキュウリも夏にいいですね、ね、さっぱりしてめちゃくちゃいいですね、大好き、どっちも大好きですね。味噌とはまた渋い食べ方、なんか実家だとそうやって出てきますよね、出てきますよねっておかしいか、出てきたんですよ、よくなんかそう。そうだからよくそうやって食べて、取れたてのキュウリトマトは激うま、取れたてとかなかなか食べれませんけどね。キューカンバーの時の顔が嬉しそう、出てきたって言葉が出てきたって思った、顔で出てきたんですね、嬉しさが顔で表現された。さああとは何かあるかな、日本で勉強すること、お、日本語の勉強ですか、キュウリは美味しいけどほぼ水分、一番栄養のない野菜って残念ながらね。でもなんであんな美味しいんですかね、オフ会、オフ会とかやりたいですね。どういうのがいいんだろう、誕生日とかってこと、後藤なんて言うんだろう、難しい。明日は台風だよ、どうするのと、外どうするのとは経済学重視、経済学学ぶんですか、めちゃくちゃ難しい、すごいなすごいですね、知らんか、その子がどうしたんですか、
レイジも小さいから台風に飛ばされないように大丈夫です、大丈夫です。経済の収支、あ重視かと思った、収支ね、重視が打ち間違いかと思った。いや単にスタレの声それを配信してる、あなるほどなるほど。純白会行ったよ、昔のレイちゃんのチキを手に入れた、そんなことあるんですか、私のチキ誰かと取ってたやつが入ってたんですかね。今気づいた、こんばんは、こんばんは。スターレア新しい子増えてるね、どんどん増えてますかね。なんでスターレアにしたのか聞いても大丈夫、秘密、いや秘密じゃないです、声かけてもらって。 M さんからもらった類か、なになに、M さん誰や、M さんからもらった類？今日の晩ご飯はレイチェムの、チキを眺めながら食べよう。誰かからもらったってことですか？チキ。アイスは食べてる、食べました。あれ最近モーの塩キャラ、あ塩キャラメルだっけ、なんかモーの新しい味出ましたよね、キャラメルの、塩キャラメルだったっけ、なんかそうキャラメル、キャラメルのモーの味、モーのキャラメルの味のやつをハマって食べてます、食べております。そろそろアイスの季節も終わるねですね。でも最近毎日食べてるって、食べてるか、なんか今までより、あ、ま、今日もアイス食べたいみたいなやつがなくなったかも、時期的にかな。えいちゃんもこんばんは、こんばんは、やっほー。マスクの場まだ分からない、マスクの場、離れてまいたい、会える機会があるといいんですけどね。ハルル以外に芸能関係の友達付き合いないの最近。そうですね、最近はもう結構基本的にハルちゃんと会ってるか、あとはもう地元のお友達とかの方が多いかもしれないですね。結構こっちに上京してきてる子とかは多いので、ちょうど新社会人の世代なので。現在バス停でショールームに参加してます。涼しい、あと30分待ち、そんなに待つんですかバス、結構かかりますね。ベビリの患者さんについてはまず最初にとりあえずびっくりしました、えっと思って、ベビリ解散するのって思いましたね、とりあえずびっくりしました。やっぱ他のアイドルの方にも、他のアイドルグループの子たちにもやっぱ結構好かれてるっていうか人気だし、でやっぱ武道館でもライブしてるし、ヤンでもワンマンしてるし、すごいなって毎回思ってたんですけどね、とかもうびっくりしすぎてなんかわからないです感情が。そろそろかなと思ってた、本当ですか、嘘、全然そろそろかなとか思ってなかった。まあね、それぞれいろいろありますからね、やめるにも勇気もいるし、続けるにもいろんな覚悟必要だし、何をするにも覚悟が必要ですねえ、レイちゃんの地元もバスはそれくらいじゃない、いやーどうやろう、
え、どうだったかな、さすがに30分待ちはなかったかな。え、どうだろう、わかんない。なんか調べてから行ってたから、乗るときは基本なんか調べてから乗ってたから、うん、その時間に行ってみたいな。そう、本当ですよね、高見さんとかいじってくれてましたね。あのレベルから上になかなか突き抜けられなかったから。アスカアイドルが目標じゃない、うん、まあね。レイちゃんもアイドルしないの？私はアイドルはしないかな、しないかな。レイちゃんもはーい。1時間に1本もあれ、まだ本数あるかもしれない、バスとか来ないところは本当に。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。何時まで、どうしようかな、半までやろうかな。今日は半までやります。一応帰ってこうか。ちみちゃんこんばんは。まだちみちゃん呼びされてる。ちょっと待ってくださいね。写真撮りたいとはスクショってことですか？スクショっていうことでよろしいですか？ソロアイドルやって、ソロアイドルってきっともう大変なんだろうな。珍しく長め、至って普通の配信時間ではあるけど。そうです。お、オッケー。じゃあどんなポーズがいいですか？ポーズして指定してください。前髪変だな。でも今度カラオケ行きたいってずっと言ってるから、カラオケには行きます。れいかちゃんが30分以上配信するなんて、明日台風かな。ちょっと明日もともと台風の予定だし。夏っぽいポーズって雑やな。え、でもなんかそのなんだっけ、この前プール行った時にハルちゃんと写真撮り合いっこするじゃないですか。でハルちゃんに撮ってもらってる時に、やっぱアイドル感あるねみたいな、アイドル感、なんか写真の笑顔とかポーズとかがちょっとまだアイドル感あるねみたいな話をされました。前にも言われたんですけど、そう、卒業してからもう1年ちょっと、1年半以上経つのか、もうすぐ、もうむしろ2年経つけど、なんかポーズとかちょっとそっち系みたいですね、笑顔とかが。カラオケ配信、配信ね、私はね、あのなんだっけ、 Wi-Fi、 ポケット Wi-Fi ないから、配信外でやるの難しいかもしれない、 Wi-Fi ないとね。じゃあじゃあ普通に行きましょう。スクショタイム行きますか。よーい、スタート。スクショタイム。イイ。イエーイ。撮れた？撮れた？撮れた？イエーイ。オッケー。取れましたか？いただきました。ありがとうございます。うん。取れたよ。次は秋の。え、ちょっと待って、まだやるの？まさかの憂いを帯びた表情。サミアの中で一番可愛いと思ってたよ。嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛く撮れました。ありがとうございます。ありがとうございます。早稲田大学は最初の希望です。でも難しいね、それは。頭いいんですよね、きっと。なんか大学のこと詳しいから、詳しくないから何も言え、なんか何とも言えないけど、イメージ的になんか早稲田大学
あ頭いいって感じですね、イメージね。難しいんでしょうね、倍率も高いんだろうし、きっとなんも分かんないけど、知識がないですけど、うん。次の舞台とか予定決まってるんですか？今のところ決まっております。いい報告ができるように頑張ります。頑張りますね。次いつ配信しましょうかね。ちょっと手帳を見ます。え、なんかダサいアイドルことちみさん、よかったな、また舞台みたいな。ダサいアイドルことってそんなことじゃないですけど、なんかダサいってやめてください。9月途中に、さてさて、今日が3日ね。7日と、7日無理かな。いつできるかな、明日できるかな。とりあえず一番遅くても10日、来週の月曜日は頑張やりますね。一度見たいグラビアは見たい。ガンビクナヤキちゃんも次の舞台決まってるの。あ、そうなんですか、舞台決まってるんですね。ちらっ、たたたた、ちらっ。どうしました、どうしました。1週間後承知、楽しみにしてます。藤村聖子さんみたいに自分で劇団自分で作るのってすごいですね。大変ですよね、きっと作り上げるときと。あ、あやきちゃんフリーなんですね。フリーなんだ。れいちゃんもどの季節が好き？春かな。春がいいですね。みんななんかそんな感じじゃないですか、春とか秋とか。薄い長袖で過ごせるぐらいとか、まあ、半袖で涼しいぐらいみたいな。藤村さんはチャムの行こうよ。すごい。花粉症は平気なん？基本的に花粉症ではない。あ、本当だ。フジテレビのスカートジャパンにどの丘えりかさん来た。本当だ。私もめっちゃスカートジャパン出たい。めっちゃスカートジャパン出たいってめっちゃ思うめっちゃ思う。出れるように頑張ろう。サメ新潟 FC で劇団レジェンド作ったじゃん。まあ、あの時はね。見てるのか？見てます。もう帰ってきた瞬間つけた。どんな役やりたい？どんな役がいいかな。意地悪な子をやりたい。ああ、そう、悪い女みたいな、意地悪な子みたいなやつやりたいです。やっぱりテレビはついてた。そう、消音、あの声消してるけどついてることにはついてますそう、いいですよねこれね、大好き、面白い。テレビはいつでもついてます、お家にいるときは。見てようが見てなかろうが、ついてないのはお風呂入ってるときですかね。あ、そっか、じゃあ朝日さんも出てたから今回で元アイドリングさんが2人出てたってことか。すごいな。時計代わりにつけてる。時計はここか、携帯かテレビの右下右下
テレビは見るためか声だけ。録画してるんで後で朝ヒットとんちゃんのコーナーをいいですね。食べ物の番組のレポーターできそう。おー、食レポってことですか。食レポってやっぱ一番難しそう。もう何よりも難しそう。なんかイメージ iPhone じゃなければスマホ持ち込んでお風呂でも見てそう。そうですね。でも iPhone、 お風呂に関して iPhone 持ち込んで YouTube をひたすら見てる。そう、ひたすら動画見てますよ。なんか大食いの動画見ちゃう。なんでこんなにいっぱい入るの。前にはトノオカさんと倉田さんも出てた。すごいな、すごいですね。いいな、いいな、頑張ろう、頑張ります。トンちゃんがクレジットされず、朝日はクレジットされるような時代が来るとはな。昔は考えられなかった。クレジット大食い好きだったのか。そう、なんか見てるのがすごく好き。すごい、めちゃくちゃ入るじゃんお腹にって思っちゃって。てかこんな大きい料理とか出てくるとそれ食べれるのみたいな、すごいって。釣り番組はどうしようか。釣り、レイちゃんもふー。大食いってただたくさん食べてるだけなのになんか見てしまうのは分かる。なんでですかね。なんか笑っちゃうとかじゃないけどなんか不思議と見ちゃいますよね。ではチャムもメンテナンスに入ってフジテレビとのコーナーを使う。言い方や。動いてるれいちゃんも久しぶりや。ふうふうせなちゃんなら食べれるんじゃない。せなも多分あんぐらいの勢い食べれますよね、きっと。役に立つかは知らんけど。ドッキリを仕掛けられたことはありますか。ドッキリ、多少のドッキリとかは、ちょっと待って、なんかあった気がするけど、どうだろう、なんだっけ、なんかあるかな。皆さんの方が覚えてそう、ドッキリって。サプライズとはまた別でしょ。なんだろう、ちゃも大食いなのか。私食べるときはめっちゃ食べるし、食べないときは食べないしって感じ。食べるときはめちゃくちゃ食べる。というか、浜口さんがサンミューのイベントを全員メンテナンスにしてくれって言ってたそう。大食いでピザ配信って、ああそうや。寝起きドッキリはされたことないですね。寝起きドッキリはないな。ちょっと興味ありますけどね。されてみたいし、してみたい。うん、暴飲暴食わかんで、気をつけます、気をつけます。なんかわちゃつでドッキリあったよ、ね、なんだろう。卒業公演、夢は生きている、ハリセンはないかな。ハリセンってもはやドッキリなのかどうなのかっていう。めっちゃ怖いらしいけど寝起きドッキリ。そうなの、なんで、なんでですか。わーってなるから。どのように楽器を演奏するか知っていますか。どの楽器を、服とかってこと、どういうことだろう。あー、クエン酸の飲み物飲まされたことあった、あった。ケーキ食べた後とかでしたよね。なんかこれ飲んでみたいな、スポーツドリンクみたいな、一気にガーッ、スッパーみたいな、ありました、ありました、あったあった。それドッキリだな。であれですよね、自分で企画考えてドッキリされたいみたいなやつで、あそこでドッキリ出てデスソースとかなんかと、これは罰ゲーム、そう罰ゲームです。なんか罰ゲームでそのシュークリームの中にからし入ってるとか、もうほんとロシアンルーレットか、それはしたことあるけど。ああ、江ノ島に急に呼び出されたの、あったあったあった、ラジオで電話で、あったあった、どうしたの行くよみたいなの、あったあったあった。目が覚めるとベッドの横に大量の人&激しい照明、理解できない状況。これは怖い、確かに。ネット風呂、私のことお笑い系と思ってます。
熱湯風呂って小坂さんのラジオから、そう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 、その江ノ島に呼び出されたやつは小坂さんのラジオ の時ですね。普通にお家にいたらまみちゃんから、まみちゃんから電話かかってきた、ちょちょちょ LINE だ。そしてなんだかわからないけど行けると了承するレイちゃんもさすが男、本当にあの時準備してたんですから、危ない危ない本当に。電話か、電話だね。とりあえず行かなきゃって思っちゃいました。しかもなんで江ノ島って思ったけど、とりあえず江ノ島にいるんだなっていうあれマジで行く気だったの。そう行く気でしたよ。だって行く、今から行くねって言って行かなかったらそっちやばくないですか行かない人よりやばい、おこぎ男気っていうかアホっていうか、ちょっと準備してたんだ、そりゃしますよ。電話しながら準備してましたもん。あ、分かった分かった、江ノ島とか一人で行ったことないけど、なんか一人で行ったことないってか行ったことないんだ。とりあえず電車調べたんだ、行ける行ける、1時間あれば行けるみたいな。1時間じゃ行けないか、1時間半くらいか、結構かかるけど行くねみたいな、待ってるみたいな、待っててみたいな。ええやつやなちゃん、さすがにきっとなんかその時用事がなければきっとみんな行ってますよ、江ノ島って思うけど。そうそんなこともありましたね。江ノ島は地元ですいいとこで、しらすおいしい、しらす丼おいしい。江ノ島地元ってかっこいいですね。しらす食べれるかな私、生しらすだったらいけるかな。なんか火取ったやつって白いですよね、しらす。あれねしょっぱく感じちゃうんですよね、しょっぱいってなっちゃう。うわあっという間にもう28分だ、もうちょっと終わるね。ミスマヤナに騙されね、ありましたね。レイちゃんのそういうかっこいいとこ好き、ありがとうございます。メンバーの頃の衣装ってどうなったの。私その自分管理のものは自分で持ってるし、多分事務所のものは事務所とか、それはそれぞれです。釜揚げしらすが苦手とは、あれ釜揚げしらすっていうのあんな白いの。さああっという間にもうちょっとで配信が終わります。久々の、もしかしたら来週10日、来週の10日はできれば配信したいなと思ってるんですけど、その前にも配信できそうだったら配信しますので、ツイッターでお知らせするのでお待ちください。衣装まだ持ってるのか、指で使え、使えません使えませんね、使えないね。まだ遊びたい、これ遊んでるの、これ遊んでるんですか。キュートの日か、あそうだそうだ、なんかちょっと切ない。この前てか何回もファイナルスコール、その解散ライブ、埼玉スーパーアリーナでのライブの時のファイナルスコールが、まあ動画上がってるから見てて、何回も見てるんですけど、その落ちサビのおかえさんが泣いてる、泣きながら歌ってるところめっちゃ感動しちゃって、一人でめっちゃ泣く、何回も同じところ見てるんですけど。チャムもキュートファンの、なんかキュートさんはなんかめっちゃ動画とか見ちゃいますね。そうなんかそのファンの人ほどやっぱ詳しいとかじゃないけど、動画とかやっぱかっこいいなと思って見ちゃう、曲も聴くし。あの落ちサビのおかえさんの歌詞が出てこない、やばい、なんでですかね。なんかおかえさんの涙めっちゃつられましたつられた、動画だけどつられました。まあそんなこんなであっという間に8時半になりましたので、今日はこの辺でバイバイってなりますが、また次回も配信ぜひ遊びに来てください。今日初めて見てくださった方もありがとうございます。ツイッターやインスタもやっておりますので、よかったらチェックしてみてくださいということで、また会いましょう。それではあざか噛んだ、今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。
バイバーイ。切りますね。切りますね。